チームの目標だったり、個人の目標を教えてください。はい、新シーズンの目標としては、昨年度は5位という結果で終わってしまったので、5位という結果を上回れるように、ファイナル出場を目指して頑張りたいのと、個人としては、初参戦なのでわからないことがたくさんあるので、まあ、とりあえずはこう目の前の1球1球に全力で取り組んで、試合に臨みたいと思います。先ほどの記者会見で、はい、宮崎さんの方から韓流ドラマ大好きだみたいなことを、はい、すごい話が出たと思うんですけど、その田口さんが一番のおすすめの韓流ドラマって何になりますか？はい、私のおすすめはスカイキャッスルってあるんですよ。スカイキャッスル、わかりますか？はい、大好きなんでぜひ見てください。あれですよね、そのエリートたち、あれですよ、ね、上流階級の高層に住んでる韓国のやつですよね。面白いのでお受験がドンとか。そうですそうです、大好きなんで。あと、またこれも宮崎さんが出てたやつなんですけど、モノマネ得意なんですか？それはもう本当に適当じゃないんですけど、即興で書いたので、そこまでもうめちゃくちゃ似てないので、それは本当に忘れて、多分ちょっとやっていただくのはハードルが高いだろうなと思っているんですけど、そのモノマネ そのレパートリーだけ教えてもらってもいいですか？レパートリー本当にないんですよ。本当に言われたらこんな感じじゃないみたいな感じでやるぐらいなんで。ちょっと、はい、ちょっと最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。私たちのホーム戦が8月5日開幕戦があるので、チーム一丸となって、皆さんを感動させるようなプレーをしますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。